旧横浜賞金銀行本店9、神戸支店9、文字支店9、長崎支店9、大連支店9、観光支店9、上海支店9、ハワイ支店関東大震災でドーム屋根が消失した横浜賞金銀行本店株式会社横浜賞金銀行は、かつて存在した日本の特殊銀行、通称賞金ジェスビー1880年に開設された 国立銀行条例準拠の銀行で外国為替システムが未確立だった当時、日本の不利益を軽減する要現金で貿易決済を行うことを主な業務としていた。その名の通り、神奈川県横浜市中区に本店を置いた東京銀行の前身とされる貿易金融、外国為替に特化した銀行であり、明治維新後急速に成長し、 やがて列強の仲間に加わっていく日本を国際金融面で支え、香港上海銀行、チャータードマーガンタイル銀行と並ぶ外国為替銀行へと発展していった。また、関東大震災と昭和恐慌で大きな打撃を受けながら、緊縮政策を前提とする金解金に加担した。第二次世界大戦においては、日本の軍需に必要な外国通貨収集のための 期間とみなされたために、敗戦後の1946年に GHQ の指令によって解体、生産され、外国為替銀行としての役割は新たに設立された東京銀行に引き継がれることになった。それでも、東取職は日銀総裁への投竜門であった、工業紹介の業務を引き受ける形で設立された、日米修行通商条約締結により、横浜は、 下田に変わる形で1859年に開港した。事実上の首都である江戸に近いことも手伝い、柴叩く間に国際貿易都市として急成長を遂げていった。1871年に進化条例が制定され、これに基づいて鋳造された一円銀貨が成果となり、海外貿易に使用されていた。しかし1877年に勃発した。 西南戦争はインフレを引き起こし、また、輸入増による銀貨の海外流出も重なって、政府支配と成果との間には大きな差化が生じていた。これは、横浜日動商人の悩みの種となり、安定した成果を供給する貿易金融機関の必要性が叫ばれるようになった。1879年に、丸屋商社の元社長で、第8国立銀行の設立にも関わった。 中村道太を代表とする22人は、福沢諭吉や井上薫らの支援のもと、貿易の振興と取引の円滑化、そして堅実な現金金融を趣旨に、国立銀行条例に基づく新銀行を設立。翌1880年2月28日、中村を頭取とし、資本金300万円で、横浜商金銀行は営業を開始した。 資本金のうち100万円は、大倉省が銀貨で出資し、民間側出資の200万円は、銀貨40万円、紙幣160万円という内訳であった。設立にあたっては、1円銀貨の導入を支援するなど、当時の日本の海外貿易、外国為替に大きな影響力を持っていた香港上海銀行を、模範とし、香港上海銀行も横浜商金銀行に、 協力を惜しまなかった。妻木きより仲の設計になる、横浜賞金銀行本店建物は1904年に、落成、東京銀行横浜支店としても使われた後、現在は、神奈川県立歴史博物館となっている。旧北京支店、道を挟んだ向かいは六国半店0ありがとうございます。